はい、高さん。今日はね、悪天候、まあ、風は強い、寒い、音声これ拾えない、そうということで、もう帰ってきました。そうなんです、急いで ね、うん、急いで、はい、まあ、試合前はちょっと小雨混じりでどうなるかと思ったけども、まあ、無事にね、試合は成立して、中日が勝ったということなんですが、うん、ようやく初勝利じゃないですかね。まあそうだね、初勝利、うん、まあ初勝利、まあオープン戦だからね、うん、まあ勝敗にはあんまりこだわってなかったと思うけども、まあ点が取れたということがね、まあ一つ安心が生まれたかなっていうのと、まあ試合前に、まあ立浪監督と話をしたら、やっぱこう注目はロドリゲスというふうなことを言ってたし、うん、まあちょうどね、疲労がみんな蓄積されて、まあ動きは少し悪いかなっていうようなことは言ってたよね、うん、まあ結構厳しくキャンプで追い込んだみたいだから、だからまあ2試合はね完封されたけども、まあ今日はいい試合だったね。はい、井戸さんがこう行かれた時、ちょうど中田翔選手がフリーバッティングをやってましたけども、まあ中田翔もね、ちょっとこうこっちの肩がこう入りすぎるということで、まあこう自然体に立つことをちょっとやったらどうやということで、まあ今日からちょっと変えたみたいね、少しいじって、まあそのために試合に参加せず、まあ雨天の方で打ち込んでたけどもね、うん、だからまあやっぱり中田がやっぱ出てる姿見たかったけどもね、うん、まあ皆さんファンの方々が心配している、どうなるんだっていうところは、まあ大丈夫そうですかね。まあ解消はされていくとは思うけども、やっぱ全体的なバランスということを考えて、まあ岡林が今いないとかで、まあどういうふうな打順を組むのかとか、まあこれから楽しみではあるよね、うん、まあその後阪神が来られて練習と岡田さんと喋ったりとか、はい、まあ近本選手と長く近本はね、賢いというか勉強になったバッティングの、これはまあ別動画でもいいんだけども、やっぱこのなんていうの、独特な練習をしてるというかさ、そうですね、うん、だからこう積み上げてきたものとかね、まあそういうものはやっぱこう話をしててやっぱ賢いなって思うし、まあ俺勉強すごく、まあそのバッティングという意味では新しいバッティングを勉強させてもらったっていうような感じがするよね。うん、あとはやっぱこうサトテルがかっこいい、それとね、やっぱ練習が丁寧になったな、うん、うん、だからやっぱりこう雰囲気も変わってきたし、あやるだろうなっていう雰囲気はあるよね。で木浪は笑顔でいつも挨拶してくれて、もう本当にありがたいんだけども、やっぱ継続することが僕の一番の強みですと。そうですね、やっぱね体も強いらしいよ、まあ、それとやっぱコツ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 ね続けること、うん、それが一番難しいんじゃないかって言ったら、でもそれが僕の一番の特徴です。やっぱりいい選手になってくるよね。あとは坂本誠志郎、うん、ね、キャッチャー受けながら丸裸にしながら言ってるからね、下級だもん、うん、だから話を聞いたら面白い本当にね。あ、だから賢いなっていうね、やっぱ賢い選手が多いかな、うん、阪神ね。だから糸原選手とも、あ、糸原が感動しましたよ、ね、糸原さん動画見てますよって、僕動画見て泣いちゃいましたよって、と思って、はい、俺いつも泣いてるぞって言ったら、いやいやちょっと待ってください、何だったかな、最後のノック、はい、ラストノック、ラストノック、これを見て泣いたというね、いや感動しました、なんていうの、感動に弱いんですよとか言って、うん、好きなんですよとか言って、はい、まあ、ご覧の皆さん概要欄に貼っとくので、ぜひ見てください、糸原選手が泣いてくれたという。嬉しいですよね、それも、ね、いやめちゃくちゃ嬉しかった。これは嬉しいですね。その代わりこう笑顔で話してくるからいやいやいやみたいな、はい、でも本当にねありがたいなと思ってね、はい、はい、まあそんな今日ね、中日と阪神の試合ですけども、はい、じゃあ実際試合の内容をいきましょう。そうだね、はい、はい、先発がこうなりました、はい、でまあ注目選手は小田、おー、ね、ルーキーですよね、まだ育成選手ですけども、まあ、めちゃくちゃ足が速いというね、まあ、期待の星になってくれるといいんだけども、まあ、それと、ロドリゲス、そうですね、9番、ね、ショート、立浪監督と話をしたら、まあ、守備は伊藤さん見てくださいよって、まあ、本当に身体能力が高くて、ただバッティングはもうまだまだですよとは言ってたけどもね、まあ、どういう風なプレーを見せてくれるか、うん、はい、クリード、うん、
訳すのはわからなくなる。クリロドって言われてる、ファンの中で。クリロド。はい。クリスチャン・ロドリゲス。ね、クリスチャンでいいと思うけどね。クリロド。はい。で、阪神の方は、はい、森下。うん。ね、この森下を6番に下げたという。まあ、3番を普通ね、で使うところは あるんだけども、いや6番に下げた意味っていうのがね、まあ、どういうことなのかというね、まあ、そういうことをこう探っていきたいと思います。はい、はい、まあ試合はこういう結果になりました。はい、ね、はい、4対1で、うん、中日が勝ったというね、うんうん、ということで先発は中日柳、ね、阪神は才木という、まあ、先発で、まあ、これはもうローテーションのね、うん、まあ、一角を担う選手がの投げ合いから始まったんだけども、まあ、柳はちょっと球数多いね、球数多い、うん、でも全体的に投げてる姿は悪くはない、うん、2回で40球、はい、2安打、1奪三振、1失点、まあ、そうだね、うん、これは後でも触れたいと思うよね、うん、で才木、はい、何の心配もないね。才木選手は3回投げて42球、4安打、1三振、はいはい、2失点という。そうだね、うん、まあ、ボールに力があるね、うん、それと変化球もスッと取れるし、だから これはもう球速が上がれば上がるほどやっぱこう打ちにくくなるピッチャーだから、だからこれを才木は非常に良かったかなっていうふうに思うよね、うん、で、まず1点、うん、ね、2回ですね、はい、はい、2回ね、1点、はい、森下が2アウトから2ベースで出るんだよね、うん、はい、あ、やっぱ森下戻ってきたなってバッティングが、まあ、そんな印象も受けたし、あ、非常に安心感のある2ベースだったよね、はい、あれ放り込めるともう本調子になってくるんだろうけどもさ、うん、まだフェンスにの手前でショートバウンドぐらいで当たって、で前側がフォアボール、はい、まあこのフォアボールもさ、うん、やっぱり見事だね、制球のいい柳からやっぱり見極めてフォアボールを取るというあたりがね、やっぱり非凡さがあるなということと、うん、で続く坂本、はい、レフト前タイムリー、これも難しい球だったんだけども、明治大学の先輩後輩でやっぱ先輩が打ったというね、うん、外野もこう少し前進気味だったんだけども、はい、森下の走力だよね、あのあたりでこう、まあ、ギリギリだけど帰ってきたという、だから6番にこうやって走力のある選手を置いとくと、まあ、阪神の下位打線っていいからさ、坂本誠志郎、木浪って続くとさ、やっぱこの2人っていうのは勝負強いからね、だから6番に、ただ外野手が前に来る分だけやっぱ6番に走力のある選手を置いとくとこうやって帰ってきてくれるということだよね。だから打順の組み方として、まあ、最初に説明したように森下の意味、こういうものがなんか出たようなこの1点だったよね。そうですね、森下選手を3番に置いておくと、まあ、上位の時はこう外野が下がると、まあ、それはもうもちろんね、大山、佐藤、佐藤輝、まあ、外野はもうちょっと後ろの気味に守るから3番だったら誰でも帰ってこれるようなそんな感じがするんだけど、6番だと少し前進気味に来るからやっぱ走力が問われるという意味では、うん、やっぱ森下の走力っていうのは素晴らしかったなっていうふうに思うね、うん、そのあたりはじゃあ今岡田監督は探りながら見ているっていうところで、今日森下選手をそこに入れたってことですね。まあそうだね、まあ、それとその糸原を3番に入れたというのはやっぱこう代打でも試合やりながらね、岡田監督はやっぱりねこう勝敗にこだわってあんまりないという、まあ、状態を上げていこうとか、もうより実戦に近いような感じで、まあ、糸原、ミエセス、原口って1打席ずつ変えていったからね、うん、これはやっぱり代打の準備をしっかりさせるという意味では、うん、あ、やっぱ考えてるなっていうふうには思うよね、うん、だから2打席とか3打席を与えないんだもん、うん、やっぱ1打席でその試合も勝負に出ろみたいな、うん、まあ、そういうものを感じたし、まあさすがだなというふうに思ったけどね、うん、はい、ということで1対0先制して、はい、3回裏ですね、はいはいはい、ドラゴンズ逆転するシーンいきたいと思うんですけども、うん、はい、山本がね、ライト線ノーアウトからツーベース打つんだよね、はい、で次のロドリゲスがどういうバッティングをするのか、右方向に打つのか、それとも闇雲に何でもかんでも振りに行くのか、違ったね、うん、やっぱり右の方向に進塁打は打てなかった、でもライトライナーで打ち取られるんだけども右の意識があったよね、うん、でランナーを進める意識があったんで、お、できるできるじゃんって、田中監督がバッティングはねって言ってたけど、まあまあ
あのえミートできるじゃんみたいな、まあ、そんな感じだったよね、うん、だからあなかなか、まあ、意識がいいとで1番に帰って小田が、はい、あのセカンドゴロね、はい、あのギリギリ間一発、うん、あの辺りで間一発魅力のあれしてるしで続く三好ランナーサードから、うん、センター前ヒットそうですねあこれねやっぱ形が良くなったわ三好はあ自分の形でしっかり打てるようになったわうんあだからやっぱタイミングの取り方も上手くなったんだろうしやっぱり呼び込む力ボールをこうやって呼び込んでくる力備わってきたんだろうなっていうふうに思うよねで続くカリステの辺りをセカンドがエラー、はいねね、チャンスをくれましたうん、ね、さあ4番細川がどうするか、うんまあ、オープン戦2試合ノーヒット、うんねカーブを追い込まれてカーブをレフト前ヒットという、うん、これはまあ一つの安心感が出たということとやっぱこういうふうに相手のミスに乗じていくとやっぱ流れがどんどん中日に来るね、うんまあ、阪神は逆に言えばエラーしたばっかりに流れを与えてしまったということになるんだろうけど、うんまあ、だから4番にヒットが出た、はいまあ、一つの安心感でもあるということだよね、うんはい、はいはい、まあ、続いて 5回ですね、はい、動きがあったのは、はいはい、カリステさんのタイムリーやっぱねカリステはね昨年の日本の野球後半から日本の野球に慣れてきたねうん松田ズームズームスタジアムで日本のホームランを打ったりだとかやっぱ慣れてきてるわ日本の野球に、はい、で攻められ方も慣れてきてるでもともと守備は定評がある、まあ、そういうことになってくるとやっぱこう頼りになるよねだから期待していいと思うようん、うん、やっぱりちょっと違うと今年、まあ、違ってきたよね、うんまあ、昨年の前半とはまるっきり違う、うんうん、だからもうレギュラー与えていいかなっていうぐらいな選手になってきてるよね、うんはい、なるほど、うんはいまあ、あとちょっと1点ね8回のロドリゲス選手の守備まあこれは後で触れさせて、ね、あとですねはいということで、はい、じゃあピックアップ選手いきたいと思いますはい、はい、こうなりましたはいまず中日三好選手お、まあ、先ほども言ったけどもやっぱり自分の軸で打てるようになったのと、はいまあ、形が良くなったね呼び込めるようになったということまあ、それとランナー一塁の時に、まあ、タイムリーの後にランナー一塁で一、二塁間引っ張った、うん、打球があるんだけどもさやっぱそういうことが自分で考えてることが打席でできるようになってきてるよね、うん、だからこれはすごく成長したなっていうふうに思ったよ、うんうん、だからまあこういう選手がやっぱこう必要だし、うん、こういう選手がやっぱレギュラーを取っていくということだよね、うん、もしかするとブレイクするんじゃないかって可能性はあるよね、うん、だからいいバッティングしてる、うん、本当にねあの期待が持てますはい、はいで次にカリステ、はいまあ、先ほども言ったようにあのサードもできるショートもできる、まあ、ほぼ内野手だ内野だったらどこでもできるんじゃないかなというのは気がするんだけども、やっぱ動きに迫力あるし、まあ、肩もいいしねでバッティング、まあ、最初の頃は良くなかったんだけどもやっぱもう日本の野球の攻められ方そういったことにも慣れてきてるしだからこの選手はもう頼りになる選手になってきてるなっていうふうに思ったあと彼あの可能性を秘めてるのがロドリゲスクリオド、うん、あのやっぱり2回にもランナー森下に対してピッチャーとの間で牽制してるんだよね、うん、だからそういうことも日本の野球をしっかり理解して、まあ、やってるしで右打ちその前のセンター前ヒットその後のねだからああいうことを見てると俺は使っていったらどんどん成長すると思うんだよ、うん、で21歳なんだよね、うん、だからまだまだ本当に伸びしろあるしさ俺は打てるようになると思うよだからこうしろああしろじゃなくてとにかく慣れさせろっていうことだから立浪監督に聞いてもやっぱもう支配下にしようかなと思ってますいうような言葉もあったしねだから立浪監督も期待してるし俺も期待してる、うんうん、だから可能性をもう大きく秘めてる選手だよ、うん、足は使える肩は強い、ね、えまず早急のミスはしないんじゃないかなっていうぐらい正確だよ、うん、だから期待感大だよね、うんはい、そこで8回の守備ですよね8回なんかはさ、はい、あランナー1塁スタートして、はいね、フルカウントから
で前側のあたり、うん、これを逆取られてるんだよね、はい、それに瞬時に飛びついて座ったまま一塁に投げて、刺したという、ああいうのってやっぱ外国人しかできないかなと思うし、やっぱ身体能力バネがないとできないプレイヤーだよね。だから本当にね可能性を秘めてる。あれはやっぱり豊さんもそういう経験あると思うんですけど、やっぱ難しいんですか相当。いやもう止めるのは止めても、あそこから投げる、ショートからだったら投げるっていうのがすごく難しいよ。できないですか。なかなかできない。へー、あーだから俺はもう鳥肌だったよ。うん、いや久しぶりになんかいいプレー見たなと思って、うん、ファンになりそうだけどね。はい、一方阪神タイガースはね、佐藤輝って言ってるけど、やっぱね全然変わってきた。うん、あまあまずはやっぱもういつも言ってるけど雰囲気、うん、かっこよくなったし、あとはね無駄がなくなった。だからやむくもに振らないもん。だからボールが見えてんだろうねよくね。だからこの前のホームランでも岡田監督とちょっとお話ししたけどもさ、すごかったなって岡田監督が言うぐらいだから、うん、やっぱりそのぐらいこう自分の間にボールを入れてきてる、そういうことができてきてるというようなね、うん、まあ、そんな感じがするし、もう今年はもうずっとサトテルを押していくから、いや本当にもう覚悟してください、ね、いや本当にねタイミングの取り方も無駄がなくなった。足を大きく上げたりとかしてたんだけど前まではね、それが小さくなって本当にこう無駄がなくなってるし、やっぱボールの見極めも良くなってるし、まあ、本当に良くなってるから、うん、うん、だから相当はな数字を残してくれるかなっていうふうに思ってる。もしかすると阪神で最も気をつけなきゃいけないバッターに来る可能性もあるかもしれない。可能性もある、うん、俺は今年打点を取るんじゃないかなっていうふうに思ってるんだけどね。はい、うん、やっぱこう打線の流れからするとやっぱこう 1,2 番はいいしさ、3番誰に入れるか、森下を入れるのか、他に誰を入れるのかで、大山がやっぱ出塁率がいい、そうなってくるとさ、やっぱこうサトテルはなんか取りそうな感じがするよね。うん、はい、あの楽しみだよ本当に、はいはい、もう何回も言うけどサトテルはやりますよ、はいで次森下、はい、もう最初ねちょっと心配したんだけど、バッティングを変えてきたりだとかバットの形状を変えてきたりだとかいろいろしたけども、やっと戻ったね、うん、うん、自分の形に、まあ、前の形考えてきた形が悪いとは言わないけども、まあ、イメージとしては残ってるかもわからないけども、そのイメージにはまってきてるのかなっていう、昨年は森下、今年はニュー森下、まあ、そういうものがこう噛み合ってきてるかなっていうようなね、まあ、そんな感じがするし、あの走力も見ても体も動いてるし、ああこれから上がってくるかなっていうふうに思うよね、うん、だからちょっとほっとした、うんうん、まあ、それはオフでいろいろこうバッティングのことでいろいろ考えてやったのももしかしたら良かったっていう、やっぱね考えることって大事なんだよ。で岡田監督も言ってたけど、うちのチームの選手たちっていうのはもうみんな自分たちで考えて本当にねやってるんだというようなことを言ってたんで、だから森下もやっぱ何かを考えなきゃいけないっていうようなね、まあチームカラーだよね、まあそこで考えた。でもその考えないといいのか悪いのかもわからないもんね。だからそういう意味ではすごくいい時間をオフ過ごしてたのかなっていうふうに思う。これは上がってくる、はい、あと前川、はい、これはね、やっぱこう1打席目のフォアボール、あの取り方とかいい、あと8回、うん、もう逆に言えばロドリゲスにファインプレーされたんだけども、あれ1塁ランナーが走ってロドリゲスが動いたのを見て、うん、あそこに打ってんだよね。だからすごいなと思って、あれ普通に自由に打ちに行くんだけどもさ、やっぱ一瞬こう野手の動きを見ながらバーンと向こうの方に流してるんだよね。あれがあの年でできるっていうのはすごいよ。やっぱ打った瞬間前側がにゾッとしたけども、取ったロドリゲスにもゾッとしたプレーだよ。お互い21じゃないかな。そうですね、うん、だからああいうプレーを21歳がお互いが見せてくれるっていうのはさ、やっぱプロ野球ってレベル高いなと思った。
で今の子って本当にレベルが高いなと思ったよね、うんうん、だから今日はあの結果は出なかったけども、やっぱなんていうのかな、見るべきところはしっかり作ってくれたということだよね、はあ、だから大したもんだなというふうに感心します。はい、はい、ということで、まあ、野手編いきましたけども、野手編いきましたけどもね、はい、はい、今度ピッチャーです。中日、はい、ね、ハブ、おー、ルーキーですね。ルーキー、はい、ボールに力はあっていいんだけども、カウント負け、うん、そうな感じがする、うん、だからもっと自分に自信を持つということと、あとやっぱ変化球、はい、投げた時に大きく外れるケースが多いんだよね、うん、だからその精度を上げていくと、やっぱボールに力があるだけにもう使えるようになってくるかなっていうね、うん、まあ、そんな感じがするです、うん、どうなんかタイプ的に先発なのか中なのか、まあ、あのボールの投げ、あのあれ用だとちょっと中は怖いね、うん、だからまあ先発できるぐらいに変化球、困った時に変化球でポンと取れるような変化球を持っとくとすごく楽になるよね。だから一つでいいんだよ、いろんな球種があるだろうけども、じゃあスライダー投げたら絶対取れるとか、やっぱ一つやっぱ変化球のコントロールを磨いてくれると、やっぱそのボールの勢いも生きるし、まあ、カウント負けを防げるよね。やっぱこうカウント負けっていうのはこう投げる球がなくなってまっすぐ一本でいっちゃうとかね、まあ、そういうことになりかねないピッチャーには見えたし、今の段階ではね。だけど持ってるものは素晴らしいし、だから変化球で一つポンとストライクが取れればすごく楽になると思うんだよね。だから何でもかんでもその変化球全部ストライクを取るんではなくて、このボールを投げたら絶対ストライクを取れるという一球変化球を持っておくとすごく楽になるよということだよね、うん、はい、あでもまあ、向かっていく気持ちもあるしさ、まあいい投手だなというふうに感じた。で柳、はい、ね、まあ、ちょっとこう書き方おかしくなってるけども、木が青、はい、こっちが赤っていう、で投げてる姿、コントロール、まあ微妙なコントロールは今日ねちょっと苦しんでたけども、ボール球もちょっと多かったし、だけど投げてる姿とか狙ってるコースなんか素晴らしいんだよね、うん、だけどやっぱこう染みついたものがあるというか、あの点を先にやれないという、うん、でもね今年はね信じてもいいと思うよ、うん、取ってくれるというふうに、だから大胆にもう少し行った方がいいのかなっていう、だから本当ね針の穴に通すようなそういう神経で投げてると思うんだよね。いやそうじゃなくて、やっぱ立ち上がりもう少し大胆に、まあ、言ってもいいのかなっていうような感じがしたんだ。すごくもったいなく感じるんだよ。だからいい柳も見れたし、やっぱ染みついてる柳も見えちゃったかなっていうね、うん、だからもう少し大胆に投球するともっと立ち上がり楽なんじゃないかなっていうような気がしたけどもね、まあ、大体立ち上がり苦しむピッチャーだから、まあ、そういう性質のピッチャーなのかもわからないけども、今年はもう信じて投げてほしいなって思うね、点取ってくれるというふうにね。なのでこう2種類使ったってことですね。そうだね、3点は取ってくれるから、2点で抑えるとかね、まあ柳の力だったら多分できると思うし、はい、まあ頑張ってほしいと思うね。はい、はい、一方阪神ですね。阪神ゲラ、あね、登板してきました。はい、まあ悪天候で気温は低くっていうような、まあ条件の悪いね、中で投げたんだけども、まあまっすぐはいいわやっぱ。そうですね、これは気温が上がっていくとともに球速も上がっていくと思うよ、うん、それとやっぱまっすぐの制球はいい、うんうん、力もある伸びもある、うん、ただ今日投げた感じを見るとちょっと変化球が、まあ、風の影響もあったと思うんだけども、ちょっとコントロールが悪かったよね。だからもう切り替えてまっすぐに行ったらまっすぐで抑えられるというさ、だからこのピッチャーは面白い、早く見てみたいよね本調子を、うん、それだけの球が160キロピンピンいくんじゃないかなっていうような感じもするけどもね、うん、あなるほど。あのよく外国人投手に言われるこの牽制とか、そういうとこはどう見られてますか、井高さん。牽制で刺したしね、はい、だからあの非常にね周りも見えてるし、そういった意味ではあのプレートさばきがいいと、マウンドさばきがいいというか、うん、まあセンスだよね、まあ、そういうものがいいなっていうふうには感じたね。ということはそのよく言われる、まあ、外国人と走られたら嫌になるんじゃないかとかよく言われるじゃないですか、うん、その辺は大丈夫そうだっていうことですかね。あのねその前にランナー出すのが大変なピッチャーになると思う。へえ。で出してもやっぱ今日の牽制宇佐美を刺したんだけどさ、なんていうのよく見えてるよね、
まあ、それとやっぱりランナーを意識するという意識がいいよね、うんうん、だからそういった意味では隙を作らない、なかなかそういうピッチャーかなっていうふうには思う。で岡留め、はい、で岡留めはやっぱ力あるね、うん、で三振2つ取ったんだけどさ、ちょっと投げ方を少し腕を、うん、3クォーターまではいかないかもわかんないけど、若干こう下げたような感じがするんだよね。ボールに力がある、キレがあるね。そういった意味ではすごく、まあ、昨年の、経験が生きてるのかなっていうようなね、うんまあ、そんな感じがするし、やっぱ豊富にいるね阪神は、うん、いや、いいピッチャーだよ、うん、だから非常に期待をしてますよ、はい、なんかやっぱりその中継ぎ、右の中継ぎっていう部分では岩佐選手が今ちょっと調子が悪くて2軍に行っちゃってる、うんはい、やっぱりそういうことが分かりますよね、豊富にいっぱいいるっていう。いやもう悪ければすぐ落とされるから、うん、もう岡田監督容赦ないしね、うん、あまあそういうところでやっぱ競争してる選手悪ければ落とされる、もうこれ当然だよね、可愛いから残す、そんなことは絶対しない監督だから、だから岡田ももう本当にチャンスあるしね、うん、だから楽しみだよねこれはね。そうですね、はい、注目していきたいですね、はい、まああのまあこれで沖縄キャンプちょっと終了しました。はい、まあ我々のというかまだ残って、阪神なんかは練習をして帰ると、まあ中日は今日帰るっていうようなスケジュールになってますけども、まあこれからね本格的にねあのオープン戦始まりますけども、もう若手は本当に必死にね、戦ってます、うん、自分の席を作るためにね。そうですね、はいはい、でベテランも、まあ、徐々にね長いイニングを出始めるでしょうけどもね、まあプロ野球若い選手がねこのキャンプでは目立ったな、うん、各球団、はい、だ楽しみだよ今年も、うんうん、もうはい、いやもうね若手にいい選手、まだ本当に若いのにいい選手いっぱい見てきました。だから本当に楽しみでしょうがないというね、はいはい、まあ、これでね、長いキャンプの取材終えましたので、またね、はい、明後日からスタジオに戻って、はい、そうだね、いろんな情報を発信していきましょうよ。だからね、頑張りましょうこっちもね、はい、はい、なので皆さん楽しみに待っていただけたらなと、はい、そうですね、